された方へ健康維持の重要技。避難生活では寒さなどが原因で起こる低体温症にご注意を。体の震えなどから始まり、重症化すると意識を失い命に関わることもあります。震えを感じたらすぐに周囲の人に伝えましょう。太い血管が通っている首や脇などを温めるのが効果的。カイロがあればハンカチに包んで当ててください。お湯などの温かいものを取るのも効果があります。可能ならお汁粉など糖分カロリーが豊富なものを。体温を上げるエネルギー源になります。また体温が下がると脱水しやすくなります。ぜひこまめな水分補給を心がけましょう。